でもそこができてくるようになるのもそれも経験時代やね。だからこれで自分の中で回してって、うん、1,2 時間のうちにもう行動に移ってるからね。うん、いやまあそうだよね。それを早いよね。どうにやったらどういうふうになってどうなってっていうその先の先まで考えてって自分の行動をしながらっていうのは1時間以内のところ、新聞を見た一コマでね、新聞の一コマだよ。それを見て、あ、私これやろうっていうことから始まって2時間以内にもう動いてる、ね、もう申し込んでるし、次に何知るっていうことまで時間のやつまで全部作っちゃってるっていうのが現実、それが何年前なんですか。23年そういう群馬にカラーリストっていう人たちがいなかった時点の時に群馬でカラーの勉強会をしましょうっていうそういうことをやった時に、たまたまスタンドに行った時にガソリンスタンドに行って新聞を見てその一コマを見た時に、群馬でこんなことやるの、この値段でできるんだよ、すぐ行こうかなって言って、すぐその場で電話番号を書いていって、携帯ないから電話番号を書いていって、そこで電話をして、すぐそこで取り付けて、すぐもう資格を取ってっていう。